今回のドライブはですね、魚見町から鹿児島中央駅前のペデストリアンデッキ付近までになります。よろしくお願いします。はい、今回のスタート地点はですね、魚見町に上がる坂道からですね、ここを選んだのはですね、ところどころにね、もう季節のね、花がね、咲き出したもんだから、ここあたりどうかなと思ってきたんだけど、ちょっとね、スタート地点のところにちょっと右の方に、紫色のね、花がありましたけど、あとはないですね。まあ、ここはほら、なんていうんですかね、普通の家じゃない、家っていうか、住宅街じゃないから、あれなんですけどね。ですね、今日はね、あれ、3月の13日、13日の日曜日 です。ここも久しぶりですかね、前の方になんか工事をしてるなってこの前言ったのがあるんですけれども、今日は日曜日だから工事は休みでしょうけど、なんかクレーン、結構ね、あれが、鉄骨が立ってましたがよ。こういうふうに今右側にあったけど、家の住宅の方なんかがこう四季のやっぱり花を植えてるのが先に咲きますね。まああれですね、植物のこともあんまりよくは知らないけれども、ここは右はですね、東谷山小学校ですよ。草花もあれも要するに何ですかね、家々に飾る、飾るじゃないな、鉢植えの花なんかもほとんど知らないんだけど、いいですよね、やっぱりね、こういう花っていうのはもう一年中手をかければ色が絶えないんでしょうね、自然もんと違ってね。何ですかね、露地物っていうんですかね。今日はこっちへ来たのはね、ご存知、見ての通りですね、ここまっすぐ行ったことはなかったんじゃないけと思ってですよ。いつも東谷山小学校から下の方に降りてましたからね。それでですね、あれですよ。まあ、今日が13日ですけど、実際のね、毎日ほら、動画アップしてますけど、実際のこういう、撮影するのはね、毎日してるわけじゃないんですよ。ですから、ずっと同じことを言ってるように思われるかもしれないですけども、自分がこういうふうに喋るのは、今月入って何回目っけ？それでも結構喋ってますね。まあ要するにですね、2年目になってですね、いろんなこう気づきが、入り出したっていうことです。ここを右に行きますね。それですね、一つ気づいたらね、二つ目を気づき、二つ目を気づいたら三つ目を気づきってですね、なんかね、ちょっと嬉しい、なんですかね、嬉しい誤算というかですね、そうだったんだ、そうだったんだっていうのがあって、その中の一つにですね、これ言ったかどうかわかんないけど、自分がこう走ってるもんだから、コースとかですね、いわゆるルート、別にね、すげえなとか思ったことなかったんですけど、ついこの間ですね、韓国の YouTuber の方がですよ、こういうドライブ映像、動画を撮ってらっしゃる方からですね、コメントをいただいて、
素敵なあの動画をありがとうみたいな短いあれだったんですけどもね。でそれで、あ、これお話ししましたね、いいですね、だけどね、今思い出した、見てみたんですよ。そしたらね、やっぱりドキドキするんですよね。ドキドキじゃないな、ワクワクか、へえこうなってんだっていうやつを。で実は今朝も来たんですよ、あのそのコメントがですね。あれだった、ノンストップの、ノンカット、ノンカットのね、それに対してですね、ちょっと待ってくださいね。で今朝もね、ついさっき見てきたんですけど、やっぱりね、知らない街でしょう、韓国って。まあどこも知らないけれども、要するにほら、外国に行ってレポーターが外国の紹介をしますよ、いろんなところ。でもね、それはね、大体がね、1回か2回見たようなところなんですよ。で生活道路っていうところをですよ、テレビ番組はしないじゃないですか。だけどね、それはね、どっかの音楽で、あ、こういう喋りじゃなくて音楽でずっとかぶせたあれだったもんですから、どこをどう言ってるかわからないんだけども。でそれを見てですね、やっぱりこう喋るのっていいなと思いましたよ。中身は下手だけどですね、話の内容はね、下手っていうかもう全然、会話のあれはなしてないんだけども、ただわからない何でもですよ、わからないだけでもこう聞きたいなと思いますよね。どういう喋り方をされてるんだろうか。例えば韓国にしてもアメリカにしてもイギリスにしても、その、アナウンサーが特別な教育を受けて、ある一定のレベル以上の喋り方をする人が話す言葉と、ちょっと待ってくださいね。それとその一般の人が喋る、普通にですよ。要するにやっぱりできれば訛りがあった方がいいですよね。なんか私がほら前から言う枕崎の言葉好きですよっていうのはね、なんかね、民族音楽を聴いてる歌な感じするんですよ、民族音楽。だからね、そうした時にね、やっぱりこの鹿児島弁のこれは続けないかなと思いますよ。やっぱりね、人ののを見てですね、思う、感じますね。あ、こうしよう、ああしようとかですよ。だからね、生活道路をね、行こうと思いましたがよ。だって、普通のほら、225号線とか、あそこの産業道路とか、要するに幹線道路っていうのは何かのあれで目にしますからね。はい、こういうところだから通りたいわけですよ。ちょうどね、そういう時にですよ、その2年目を迎えて、どうしようか、ああしようかっていう時にですよ、グッタイミングで来るもんですよね。それとこのノンストップ動画のいいところはですよ、今みたいにほら、お子様連れの、お父さんが抱っこされたお父さんがこう行かれた時に車が止まるタイミングとかですよ。やっぱああいうのはね、県民性とか、まあこれは県民性じゃないですね、運転手とに歩行者のなんか相互信頼感とか、そういうのがね出てるから、まああそこは
普通の動画でもカットはしない部分なんですけども、そういった何ですかね、のも含めてですね、横断歩道の様子とかですね、要するに信号待ち、そういうのをですね、しようとっていうのは要するにノンストップ動画、一旦停止のところだけはゆっくり行ってスーッて行く、だけど信号待ちの時は赤の寸前で、カットして青でつなぐという、要するにノンストップドライブ動画はやっぱりそれでね、見る方がこうストレスなくスッスッスって見れますけど、やっぱりね、さっき言った韓国の方のその、ドライブ動画にしてもやっぱり周辺を見ますからね、通りかかってる人とかですよ、それからいわゆる街並みですよ。別にその作ろうとかっていうその国をどうなのけっていうじゃないけど、興味がですね、どう言えばいいんですかね、私たちはよその国というか全てのものを、メディアを通じて知るでしょう、もうほとんど全てですね、だからね、それをじゃあね、知ったあれにはないんじゃないかなと思ってきましたよ。やっぱり自分で、実際はそこには行かないんだけども、韓国には行かないんだけど、実際そういう動画を見ることによって疑似体験ですね。ここ右行きますからね、そしてここは左ですね。ここも初めてのルートですからね。それとですね、今音楽をつけて BGM ですね。3、4分の要するにショートビデオを作ってるんですけどもね、いいですよ。いいですよっていうのはね、一つはその編集しながら自分が本当は、ちょっと待ってね、ここは左に行きます。いや、ちょっとまっすぐ行けばね、225号線まっすぐ行けばちょっと混むかも。自分が今まで撮った映像を、これも何度も言いますけど、直線と直線をつないでもですね、全然面白くないんですよ。で、今ここ蛇行してるでしょう。このね、この流れ、ここはずっとね、一つのね、映像でつながるんです。つながるんだけど、ここのまっすぐを、まあまあいいですかね。映像を見てみてください。大体私のね、編集ではですね、曲線と曲線がこうつながってるっていう感じですから、直線同士をつなぐとですね、面白くない。はい、ここ左行きますね。ですからね、それとあれ、今はアーカイブっていう形でしていますけど、考えてみればですね、YouTube を見るときに今の季節のやつを見るっていうんじゃなくて、たまたまその、チェックした、見たのが、はい、続けますね。たまたま見たのがですよ、例えばその、アメリカの、動画で、それがたまたま秋だったのか、たまたま冬だったのか、夏だったのかっていうだけでですよ。
季節のアメリカの夏を見ようとか冬を見ようとかいう感じで、あの私の場合ですけどね、あのピックアップしないんですよね。ということは、あの別にあの YouTube にアップするのはもう1月も6月も8月も3月も関係ないんじゃないかなと思ってですよ。ですごく気が楽になってですね、それでこれからですね、バンバン上げますからね、もうバンバン上げますよ。で、ただしですね、6時からいわゆるその日本語字がこのカゴマペンのやつはですね、時間帯をもうきちっと守りますからね、6月だから、このリアルドライブのやつはそのまあ、そうですね、1週間2週間ぐらいあの後にアップすることもあるんですけど、どっかここあたりから左入りましょうかね、次の信号あたりから入りましょうかね、そういう風にしてあのしますけど、比率的にはですよ、比率的にはちょっと待ってくださいよ、あここ入れる、八幡署入り口って書いてあるけど、あ本当で、反対側から見ると八幡小学校ってどっちにあったろうかいっていうような感じですね。はい、比率的にはですよ、極端に言ったら1日10本でも上げられるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ですから本数で見たらいわゆるこの今までのお任せとドライブは1本しかなくて、他全部他は英語版のミュージック版やらよって言われるかもしれんけど、これはアーカイブ映像を使うわけですからね。左行きます。だから去年のアーカイブ映像だけ1年前ですねからするとやっぱ850本ぐらいありますからね。これはすごいですよ。今でももうすげえな、850本ってやつはってやつ、それがだいたい15分平均ですからね。話変わりますけど、あれですね、白いコスモスの花があちこちでこう咲いてますね。こんなにして私がね、少しずつね、季節での花がまず何が咲くけ、もう3月になったら桜がすぐパッて咲くかと思ったら全然違いましたよ。あれ、ここ昨日も撮ったですよ。ここをほら、あれ行きました、あ左に行こう、今日は昨日は考えてみればこっちから何も還元事項を今日は来てるんだけども、反対から来た感じになりましたね。あ、こういうことですよ、私が言うのは。なんか多分見てる方も新しいところを走ってるような感じがすると思いますよ。まあ、新しい町ですね、同じ鹿児島なんだけど、でところどころに自分が知っている場所がこう出てくるっていう感じです。ここはまっすぐ行ってみましょうかね、ここがどこだっていうのが分かるようにですね。ここを右に行ってもよかったんですけど、もうちょっと向こうから来た方が分かりやすいかもしれない。あ、このコースも初めてですね。ここから右行きましょう。あ、こういうところも初めて。あ、ここにもね、右の方に映ってるかな、コスモスが。いや、コスモスじゃなかったの、あれが、木蓮、
一旦はこっからっていうか、向こうが右折禁止のあれになってるみたいな感じです。あ、結局あそこじゃやんないかんかったみたいですね。あ、だけどほらね、こういうここの通り、これなんていう通りなんだろうか。こっからですよ。はい、こっから左行きましょうかね。いや、まっすぐ行く、まっすぐ行く。今見たいんですよ、交差点で先頭に立つと、まあ、情報量が多くなりますよね。はい、ここ左行きます。もうここへ来るとわかると思いますよ。はい、あれですね、あれですね、観覧車が見えてますね。江南通りですね、ここね。ですから、まあこれまでずっとこの動画を見てくださった、方も、もう新しいこう視点を手に入れたっていうか、私が今までそっちを走らなかっただけの話なんだけども、そういう具合にして新鮮な感じになってくださってるんじゃないかなと思います。そこですね、普通はここでじゃあって言うんだけども、ペデストリアンデッキの工事がこの前あれしましたが、そこをくぐりましょうね。やっぱりね、ノーカット版を見るとですね、こういう時のね、渋滞模様とかですね、こういうのっていいですよ。この今のほら、ペデストリアンデッキが完成する前の歩行者の数とかですよ。これがあれですからね、やっぱり、歴史、こういうのも歴史だと思いましたがよ。ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。